大丈夫？なんだか元気ないように見えるけど。そう？私は全然平気だけど。本当に？もし何か悩んでることがあるなら俺にちゃんと相談してくれよ。わかってるってば。心配しすぎだよ。それよりちょっとだけ外で時間つぶしてきてくれない？今日あったことを書き留めておきたいの。え、そんなの俺がここにいてもできるだろ。一人で集中したいからね。1、2時間だけでいいから。あ、わかったよ。ミユがそんなに言うなら。さてと、前の時は薬で失敗しちゃったからな。今度はもっと確実にいける方法でやらないと。2011年5月11日、当時お茶の間の人気者だったタレント上原美優さんが自宅で首を吊っているところを発見されました。第一発見者である上原さんの彼氏が救急通報をするも、上原さんはそのまま帰らぬ人となってしまったのでした。貧乏アイドルとして一躍時の人となり、2000年代の初めにはテレビのバラエティ番組などで絶大な人気を誇っていた上原美優さん。彼女は1987年に鹿児島県の種子島で4男6女の末っ子として生を受けました。大家族であるため、その暮らしは極めて貧しく、15歳の時には実家を離れて独り立ちし、自ら学費を稼ぎ高校に進学。そして高校を退学後の2006年にレースクイーンとしてデビューを果たし、芸能人としての道を歩み始めました。え？フォーミュラ日本が撤退？それじゃあ私の仕事は？まあ、悪いけど、もうレースクイーンの仕事はないよ。そんな、滝沢さん、いきなりそんなこと言われても。そうだ、そんなに仕事が欲しいなら、俺がいい方法を教えてやろうか。え？いい方法ですか？あ、多少の覚悟さえあれば誰にでもできる簡単な方法だよ。お前にはどんなことをしてでも仕事を取りたいっていう覚悟はあるか？あ、あります。芸能界で成功できるなら何だってします。そうか、じゃあやり方を教えてやるよ。これから俺がお前に業界の大物を紹介してやる。お前はそいつらの夜の相手をするんだ。え、それって私に枕をしろってことですか？嫌なのか？ならこの話はなしだ。バイトして日銭を稼ぐなり、実家に帰るなり、好きにするんだな。いえ、やります。やらせてください。実は当時、上原さんが所属していた芸能事務所は業界で悪徳事務所として知られていたプラチナム。そのオーナーの滝沢さんは関東連合 OB であり、マネージャーなどの社員にも関東連合出身者が多く在籍していたのです。おう、ミユ、スポンサー様からの呼び出しだ。くれぐれも粗相のないようにしろよ。わかりました。今度の相手は誰ですか？悪の道テレビジョンの五木田さんだ。お前いつかあそこの番組に出てみたいって言ってただろ。これで私も悪の道テレビジョンの番組に出れるんですよね。そりゃお前の態度次第だな。せいぜい気に入ってもらえるようにサービスするんだぞ。はい。ああ、それとスポンサーの相手が終わったらいつもの場所に来いよ。うちの OB たちがお前のことすっかり気に入っちゃったみたいでさ。いつものクラブですよね。わかりました。一部報道では上原さんはある時期から関東連合のペットとして扱われていたと言われています。これはあくまでも噂ですが、所属事務所と関東連合に深いつながりがある以上、 100% ガセネタだと言い切ることはできないでしょう。とはいえ、枕営業の効果は凄まじいもので、上原さんはレースクイーンの仕事を失ってからわずか 1、2年であっという間に芸能界での立場を確立し、貧乏アイドルとして様々な番組に引っ張りだこの存在になりました。しかしその弊害で上原さんは仕事場で孤立してしまうことも少なくなかったようです。なんであいつがこの番組に？トークの腕も見た目も大したことないのに場違いでしょ。あの子枕してるって有名じゃん。どうせプロデューサーか MC の人と寝て仕事もらってんでしょ。キモ、あんなのがいるから私たちまで甘く見られちゃうんだよね。何よ、私がどんな思いで枕してるかも知らないくせに。私こんなこと続けてていいのかな。お母さんがこんなこと知ったら悲しんじゃうだろうな。タレントとしての人気が上昇し始めた頃の2007年のクリスマスに、上原さんは大量の睡眠薬を服用し病院に救急搬送。報道では彼氏に振られたショックによる突発的な行動と言われていますが、本当にそれだけのことでこのような大それた行動を起こすものでしょうか。しかしこの時の上原さんが他の精神的負担となる問題を抱えていたとしたら、
この時の上原さんの行動にも説明がつきます。しかしそれからしばらくの間、上原さんは精神的に安定した日々を送れていました。それは時に切磋琢磨し、時に励まし合える仲間が彼女の周りにいてくれたからに他なりません。今日の私のトークどうだった？完璧だったよ。 MC もスタッフもどっかんどっかん受けてたし。ほんとほんと、やっぱうちらの中じゃミユーが一番だね。私にもトークのコツ教えてよ。うん、いいよ。それじゃあこれからみんなでお酒でも飲みながら。はい、もしもし。あ、ミユーか。今大丈夫？お兄ちゃん、どうしたの？そんなに慌てて。落ち着いて聞いてくれよ。母さんが。え？2010年3月29日、上原さんのお母様が心筋梗塞により突然の他界。お母様の存在が辛い芸能界を生き抜いていく上での心の支えだった上原さんは、これをきっかけに精神の均衡を大きく崩してしまうことになります。もう俺の言うことを聞くつもりはないだと？お前、誰のおかげでここまで有名になれたと思ってんだ？私はこれ以上お母さんに顔向けできないようなことしたくないんです。それに今の私なら枕なんかしなくたって。そんなの関係ねえんだよ。お前は俺たちのペットなんだ。枕をやめても連合の奴らの相手はしてもらうからな。そんな、私はあなたたちの道具じゃ。着拒されちゃった。やっぱり私が何したってこの状況から抜け出すことはできないの？それならいっそ。ただいま。あ、太一くん。大丈夫？なんだか元気ないように見えるけど。そう、私は全然平気だけど。本当に？もし何か悩んでることがあるなら俺にちゃんと相談してくれよ。わかってるってば。心配しすぎだよ。それよりちょっとだけ外で時間潰してきてくれない？今日あったことを書き留めておきたいの。そんなの俺がここにいてもできるだろ。一人で集中したいからね。1、2時間だけでいいから。わかったよ。ミユがそんなに言うなら。さてと、前の時は睡眠薬で失敗しちゃったからな。今度はもっと確実にいける方法でやらないと。ああ、もしもし、滝沢さんですか？いえ、俺には何も言ってきませんね。でも何か書き留めたいことがあるとか言ってますけど。ええ、まさか俺たちのことを暴露でもする気なんじゃないだろうな。さあ、そこまでは。何をのんきなこと言ってんだ。お前だって連合の OB だろ。ミユの件が公にでもなってみろ。お前もただじゃ済まないぞ。じゃあどうしたか。ミユの口を封じるしかないな。やり方はお前に任せる。尻拭いはきっちりしてやるから任せたぞ。はい。なんて、そんなことしちゃ天国のお母さんに申し訳が立たないよね。よーし、明日もう一度滝沢オーナーに相談してみよう。上原美優って自分で首吊ったんじゃ。警察の捜査で明確な証拠が出なかったためそういうことになっていますが、巷では未だに彼氏が事件に関わっているのではという声も多いです。いやでもよ、そんな証拠があるのかよ。いえ、証拠があるわけではないのですが、実は上原さんが亡くなる直前まで付き合っていた彼氏も関東連合の出身者だって情報があるんですよね。またこの男性は詐欺事件での逮捕歴もあり、あまり貧困法制な人だとは言えないようです。ってことは、口封じのために彼氏が手を下した可能性もあるってわけか。そうなるとこの事件は相当闇が深いな。そうですね。とはいえ、警察の捜査がこれ以上なされない以上、真相は闇の中ですし、私たちにできるのは上原さんのご冥福をお祈りするくらいですよ。